さあ、おはようございます。ついにですね、お財布が手元に来ました。いやー、結構ね、入荷を待って、ようやく手元にお財布が来ました。今回ね、購入したお財布はこちら、カバトクラス土屋カバン製造所、ここの革のお財布ですね。さあ、開けていきます。あ、いいですね。最初ね、包装されてます。ここにロゴが入ってますね。さあ、じゃーんと、いやー、素晴らしい。もう、いや、もう画面越しで見て惚れてましたけど、実物見るとやばいっすね。ちょうどサイズ的にはこう、手の中に手で握れるサイズぐらいの小ささの L 字のファスナーの財布です。これディアリオというね、製品ラインナップの中の L 字ファスナーですね。なんかこういう感じになってて、この真ん中に小銭を入れたり、こっちのポケットにはカードを入れると。こっちにもポケットがついてますね。で、まあ、紙幣はここに入れようかなっていう感じで、結構使い勝手も良さそうな、小ぶりな財布になってます。いやー、これはね、こう使っていってどんどん自分のね、味が出るような、そんな財布になると思うんで、楽しみ、早く使い倒したいですね。まあ、このキャッシュレスの時代に、現金持ち歩くことがあんまなくなっちゃったんで、なんかこう所有欲を満たすっていう意味でお財布っていうものが、存在していくのかなっていう気もしてます。中にはブランドロゴが入ってますね。土屋鞄製造所。いやー、最高。いいお買い物しました。Nights out under the sky, watching stars align. Days of making sweet honey, Melissa. もうちょっとね、分かりやすくというか、こんな感じのサイズです。こんな感じかな。ちょっとスマホより大きめの、まあ、この手の中に入るぐらいのサイズのサイズで、開けるとこういう感じになっていると。小銭、カード類、紙幣で、こっちにもポケットがついてくる、そういう感じのお財布です。いやー、これをちょっとね、こう日々使っていきながら、またちょっとこう定期的に色とか図鑑とかをね、また Vlog に映しながらお伝えできたらなっていう気もしてます。まだ まだ使い始めてないのに最高って言っちゃうぐらい、もう触り心地も素晴らしいですね。とりあえず今、一通り入れてみました。紙幣と小銭とカード類。いやー、使い勝手も最高で、これから持ち運ぶのが楽しみになりますね。おはようございます。
おはようございます。バーナブです。今日は府中市に来ています。天神町というところの公園で、今日はここで記念撮影のお仕事をしたいと思います。今日はねクライアントさんお客様がここが記念の場所ということで、リクエストがあったので、まあ、こちらの公園で撮影をするんですけど、晴れ男を発揮してめちゃめちゃ天気も良いです。気合が入りますね。そんな感じで10月は、毎日こういった感じで、いろんな場所に、出向いてお仕事をしています。なのでこう行った先々でいろんな景色が見ることができるのがこの仕事の、特権かなと思います。すごいですねこここの天神町2丁目の公園初めて来たんですけど、やばくないですかこの後ろの、じゃーん、あの上とかで撮れたらいいな。まあこんな感じでもうすごい広大な敷地がありますね。ちなみに今日はこの Vlog、ワイコンつけてアクティブ手ブレ補正で撮ってます。いやーいい天気、もう日がさんさんと、まあ、ちょっとねこれ写真やってる方は分かると思うんですけどね、あんまりこう天気が良すぎてもちょっと写真撮るの難しいっていうのがあるので何とも言えない感じなんですけど、まあ、そこは、この天気を味方につけてうまいこと写真撮りたいと思いますので、では行ってきます。そうですね、この夕焼けも夕日も好きなんですけど、このやっぱ朝の光がね最高ですね。すごいこう日光浴してる感じで、それじゃあ撮影の方行ってきます。バーナードでした。